どうもねです。今回はですね、井上直弥対ドヘニーの試合なんですけど、ドヘニーがぎっくり腰になって負けました。井上直弥のモンスターパンチを相手をぎっくり腰。ちょっと映像は流せないんですけど、あ、これですね、この 1,2,3,4 みたいな、もう歩けないっていうね。なんかこれ誰か解説しとるな、ぎっくり腰の解説かな。これ、ある時重いものを持たずにちょっとしたもの、例えばリモコンなどを取ろうとして腰を曲げたらぐさ、神経に食い込む、背骨、背骨だ、なんだろうねこれ。僕もぎっくり腰寝返り打った時になったんだけど、26歳ぐらいの時かな。めちゃくちゃ痛いっすね。もう立てないっす。寝たきりです。1週間ぐらいはめちゃくちゃ痛い。そうなった人にしかわからない痛みがある。なんだあの痛みって感じね。びっくりするぐらい痛いね。仙骨、まあね。井上尚弥、青い手がぎっくり腰になって勝ったんっていうね。もうぎっくり腰。ぎっくり腰なんですよ相手は。そうなんですよ。トレンドもぎっくり腰にね、急性腰痛。確かにね、なんて言うんだろうね、そのこう、そうそうそう、これこれこれ、ずっとね、直弥は頭を前かがみでずっとかなり防御してやっていくっていう感じだったけど、この子はね、ドヘニーはもう最初から弱ってるっていうか、もうなんて言うんだろう、井上直弥のパンチをもらいたくないから、頭をね、外側にってずっと変な体勢で戦ってたよね。なんでこんな体勢で戦ってるんだって。まあパンチもらったら終わるっていうね、一発でもね、いいとこストレート入ったらもう終わるって感じだと思うんだけど、自分で分かってると思うんだけど、力の差が。だからまあこういうようなファイトスタイルになったのか分かんないけど、これもね、ずっとこの体勢戦ってたっていう、7ラウンドまででしょ。よ、7ラウンドまでやってよ。だからっていうね、そう、ずっとね、変な体勢で試合しとったからね。はい、ということで相手がぎっくり腰になったっていう TKO 勝利、直弥が勝ちました。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。それではまたお会いしましょう。 See you next time.